まこなこです。さて、早速続きやっていきましょう。多分この下の方を攻めるだと思うんだけど、これこれどうするかな。逃げた方がいいか、さすがに戦うよりかは。確か下の方で小さいところ行って、小さい村に行って、ここで奥行きましょうだと思うけれども、この RPG って一回でもね、なんか間に他のゲーム挟むと何やってたか忘れるんだよね。で、今直前までファイナルファンタジー2の方をやっていて、ようやくクリアしたので、もうあとはこっち側一気に行けるかなといったところです。バックアタックなんてあるの？あ、そっか、これ我々がやられてるのか。これ逃げましょう。叩かなくていいでしょ。1作目2作目は比較的早いテンポでクリアできたので、この3作目がどうなってるかでね。 あと一歩だった。これも逃げましょう。テンポよくクリアまでできればいいけどね。ここはミニマムと言っても大丈夫か。これで行ってみましょうか。念のためセーブやっといて。洞窟はここしかない。あれ、ここら辺ってバイキングのアジと会話、特段何も言ってないね。比較的敵はいなす。何これ。ああ、なるほどね、隠しかどこに迷い込んだのかと思ったけど、バグったかと思った。実は困ってる。あの大地震の後、海流が現れて船が壊された。名前がエンタープライズか。これは、酒を飲んでいる。岬にある建物はネプトの神殿。ボスも頭を抱えている。海流にはかなわない。まだそかそか、左側から奥行けるか。ここふだん買うべきものはないか。ここだけ買っときましょうか。2個買ってしまったけど、カエルを直す。せっかくなんで休みましょう。確か2作目の時はキャラクターの能力によって宿屋の値段がね、どんどん跳ね上がっていったので、今回今40だったからすごい安いなとか思っちゃったけどね。なんかいかにも下の方、宝箱がある。左下もどうやっていくんだ。これこっち側か。ああ、わざわざ見えるようになってんね。多分昔これなかったんだろうね。明らかに不自然だもんね。ブリザルじゃない、ファイラから覚え。これ大丈夫かな、覚えて。手あげないんだけど。あ、そもそもまだレベルが達してないってことか。両回数がね、一個もなかったから。これもこっちは生きるけど、じっちゃんが上がってくるのを待ってる。まずこっちは行ってみましょうか。一番の年寄りのじっちゃんじゃ。ネプトの神殿はネプト竜が眠りについた場所。これどこからそこ行くんだろうな。これは戦闘不能から回復か。多分どこか行けるところがないとおかしいけどね。山あいだったからね。おっと、退治してくれたらエンタープライズをやる。ぼやいてんね、踊り子が。岬まで行くと海流が襲ってくる。この段階、おおっと、この段階で船ってのはどうやって乗るんだろう。あ、ここに到着か。なるほどね。
岬、ここか、ここなのか、今押し出されたけど。ネプトリュー、そうなんだよね。これサンダーもないんだよね今ね。回復のために取っときましょう。エアロ使って、これもエアロでいいか。通常でダメ、通常でダメージ与えられるって言おうと思ったけど一発で持ってかれた。全体攻撃強いのやられたら終わるな。レイズは確か覚えてないはず。フェニックスの3つしかない。なんか毒みたいな色だね。まあエアラだから風だから緑ってことか。ちょっと待って、これ勝てんぞ。サンダーはなぜない。フェニックスの尾が数限りあるから倒されるのはしょうがない。嘘魔法効かないんだけど。いやー、これピンク起こしてもな。そもそもこれ勝てないんじゃないと思ったけど、これ神殿の方にどうにかして行って何かするとか、そんな感じじゃないかな。どう考えてもおかしいもんね、このダメージの食らい方は。そして多分3に関しては初の全滅。いや、音楽聞き入ってしまいそうだけど、あんまり聞いていたくもない最新のデータ。あ、これ通り抜け、あ、通り抜けできたか。なるほどね、あそこ行っちゃダメなんだ。ネプト神殿、片方の目がなくなっている。目のなくなったとこには奥へと続く小さな穴がある。ミニマムを使えってことか。入りましょう。全部逃げた方がいいか。戦うの魔法のみだと MP 持たないと思うんで。戦いたい気はあるけどね。で、この方向右から行きましょう。宝箱、サーペントソード、威力は上がる。正解だね、こっちが。これ中に入ってあれかな、ミニマム溶けるかな。あーっと、ここでは使えない。行きましょう。この宝石、多分その宝石を目にはめるとかそんな感じだろうね、あのドラゴンのね。だから多分これ通常やっても効果発動しないと思うので、1ポイントフリザド、普通に防御でいいか。弾よけで、そうなると攻撃切るのを見とこだけなので、アイテムか。そうなるとね、だからアイテムがない。南極の風があればと思ったけど、ブリザード、魔法攻撃系はもうない。キアルのんびりやっていきましょう。もうこれオートでいいんじゃない、他にできることもないしね。かといってここに来る過程で黒を用意するとか、そんなこともねどうかと思うしね。わざわざこれのためだけにね職業を変えるのも。嘘、ミスなんてあんの。ちょっと待って、足りるか MP。
ついな。あと魔法がミスってのもちょっとびっくりだね。そろそろだと思うんだけどな。本当にサンドラこれ倒された。あ、 MP 切れてる。回心狙いかこれ。MP 回復のものはないぞ。ケアルだ。この1ポイントずつ削って勝てるのかどうか。あれか、アイテムで何かしら使えるアイテムなさそうか。アイテム、特段ない。あー、これ燃えるやつ。これ早くに気づいてれば問題なかったと思うけど、でも結局回復する人もいなかったらどうにもなってなかったか。ミス。弾よけで起こすか。アイテムポーション、耐え切れんか。つらい。2作目のラストのボスもつらかったんだけど、なんか早くもそれと同じぐらいのつらさになってんだけど。ブリザラ耐えてくれよ。78。これ倒されたら終わるんで、インコだけは頑張って生かさないと。どこまで耐えられるか。結構食らったね。アイポーションがある。どっちの方が今移動早かったかな。行動速度、ミドコにやらせていきましょう。ああ、天使の方が早かった。と思うんだけど、違うのか。危なかった。持ってかれたらもう終わってた。辛すぎるなこのゲーム。攻撃攻撃。倒せんか。やるよりか防御やっといた方がいいか。ん、防御で防げない魔法は。なんかそんな感じだってね。ならば戦うか。ブリザラ、いやこの段階で敵こんな強いってのもな。どうなんだ。そろそろ倒してもいいような頃合いだと思うけど。もうポーションこれでなくなった。いやーきつい。ハイポーション使いましょう。まだか。これも何か弱体化させる前段階があった可能性もあるけど、もうそろそろ諦めましょうか。戦士がこれで倒される。敵の HP が見られればまだ希望が持てるけど、
サンダラ。こっちは生かさないとダメ。首皿、当然ピンコも生かさないとダメ。おかしいなぁ。塔の昔に倒せてても良さそうな感じなんだけど、あ、それはない。このタイミングでミスはない。ブリザラピンコにカバーとか確かなかったよね。そんな便利なものはもうアイテムないもんね。これね、回復系ね。あ、倒した。あー、辛い戦いだった。もうちょっと早くに気づいてれば回復をポーションでやっておきながら赤と白の今の杖使って攻撃でなんとかなったかもね。帰れるかこれ。ネプトの目を手に入れた。帰りたい。フェニックスの使いましょう。一人だけ起こしておいてケアルで回復。あとは全部逃げて帰ります。まあ勝てて勝ててよかったけど、アイテムがほぼほぼ使い切ったかのような。多分そろそろ経験稼ぎやんないとダメか。今まで一回もやってないけどね。これ左側行きたいけどまだ行かずで先に戻ってセーブだけでもやりたい。ん、長いねこのルート。まだ行かずにとりあえずセーブやっときましょう。あー、よかったよかった、勝てて。勝てたと言っていいのかどうかわかんないけどね。どこだっけかな、回復する場所。倒された人、こっち側だっけか。これで生き返って、あと HP 回復する場所、宿屋もあったはずだけど、どこになるんだろう。ここか。あー、まさかの戦いだったな。まあだがいろいろと考えなきゃいけないことがあってね、面白かったようには思う。10個買っときましょう。ではもう一回もう片方の穴の方行っときます。あ、これ今中入ろうと思ったけど入れなかったな。あれ、宝箱どうなってんだろう。あ、そっか、宝箱の数とか確認できないか。あー、2つほど宝箱あったけどもうこれ取れないってことか。まあしょうがない、もん行きましょう。ついでに宝箱も口の中から出してくれればいいけど。水の力で行く手を遮るものを打ち砕く水の牙。水はその光を失ってしまった。うん、光を取り戻してくれ。あ、なるほどね。あ、サイド入れるじゃん、びっくりした。じゃあアイテム取りに行きましょう。ここで左側やつほど、もしかしたらここに最初に来てれば便利なアイテムがねあったかもしれない。何が入ってるのか。角飼いの兜、角飼いの鎧、これ強かったんじゃない。防御と魔法防御が上がる兜、これも魔法防御が上がる。
早めに来てれば可能性はね、もっと楽に倒せる可能性はあったと思う。では戻っておきましょうか。では再度行きましょう。あ、違う、これ普通に通れるようになっただけか。戦いになるかと思ったけど、いや、よかったよかった、ようやくまともに戦っていろいろと先に進めそう。いいね、ちゃんと戦えるっていうのも。ミニマムの状態もストレスがあったからね、結局逃げるしかないっていうね。これでちゃんと熟練度と経験稼いでレベル上げていきたい。で、ここからどこ行く？左下に建物が見えた。ここ行きましょう。トックルの村。持ってくものは何もない。なんだろう、何かに襲われたのか。こっちが別に出られるというわけではない。子供がいるね。あーと、何これ、暖炉の中入れんの。一体何があったのか。村を襲った兵士、西の砂漠に連れて行かれた。アーガスの紋章をつけている。西の方ね。うん、ずいぶんカラフルな老人がいるね。アーガスってなんだっけかな。もう記憶にないんだけど。砂漠を越えて西にずっと行くと古代人の末裔がいる。西の砂漠には悪魔が住んでいる。でっかい木が動き回る。なるほどね。ここは休める場所はないのかな。トックル村の村長の家、話聞きましょう。西の砂漠から兵士がやってきて、村の若い者や食料を略奪していく。暖炉に隠し階段がある。武器を隠してある。いいね、武器を買い直さなくてもよかった。サンセスコン、フェニックスの剣法儀となると当然これ最強でいいか。剣法儀は特段効果はないけれども、体力、素早さ、そのあたりが上がる。どうするかな、即座に行くか、それともこれ何かありそうじゃない。ラッカスの酒、これも、おっと、この場所は宝が2つあった。あとアイテム5つなんだけど、これ探せってことか。ラミアの鱗。裏手回り込みたいな。裏手回り込みたいが、行ける場所がない。コール2、これいいんじゃない？ブリザード効果。これ片方は杖持たせていつでも戦闘中使えるように。これであとは左下あるね、5分の5。じゃあまた行きましょうか。今何か見えてるけど、これ浮いてるのか。これはどうなんだろうな。今それ行くべきか行かざるべきか。うん、問題なく。こっち側も何かしら真ん中にありそうだけど。生きてる森、これまた話変わっちゃうのかな。長老の木は城の形に刻まれて砂漠をさまよっています。なるほどね。長老を連れ去った魔導士は自分の弱点を変えることができる。それを見破る力、何かしら、ライブラか何かあるのかな。
アーガス城の神官ハインが長老に呪いをかけた。ハインはバリアチェンジします。弱点を変えることができる。そのアイテムはもらえないのか。これはこの場所アイテム1個あるんだけど、なぜもらえない。なんか左上行けそうな気配があるようにも思うけど、あれかな、長老に関しては普通に救うことができて、その後の戦いにライブラか何かだと思うけど、それが手に入るのかな。これか、今のハインはバリアチェンジができる。でそのハインはアーガスのところにいるから、長老を何とかした後にアイテムもらえるんでしょうね。なんでここ滝の方行っても何もない。戻りましょう。あれ勝てんのかな。ダメージは通る。威力もそこまで強くはない。敵はあの木に触れると城の中に入って何かするのか、それともなんだけど、もうちょっと周囲見たいような気がする。だがやっぱり砂漠、そこから先となると西の方に拠点あるけど、今そこまで行くような状況じゃないと思うので、入りましょうか。うん、問題なく。確かフェニックスの王はまだ持っている。入りましょう。あ、入るとかじゃないの違うのか。じゃあ西側か、まず行くの。一旦西行って宿屋もあるようであれば、そこで経験稼ぎやってもいいし。戦士も威力なくなってきたね、攻撃。これもまた先にこっちを行きましょう。え、ちょっと待って、この場所って空に浮いてるの。古代人の村、古代人の村だから浮いてるのか、それともこの世界全体が浮いてるのか分かんないけど、武器あるね。ここはアイテムが一つ手に入る可能性がある。探索しなきゃいけないとなると大変だから、もうやめときましょう。古代人の末裔、この人たちが何かすごいものを作ったとかでは今ないのか。今現在何か作れるとかね。チョコで大陸を一周してきたらいいよ、投げるよ。なるほど、あそこはチョコボの場所か。グルガン族っていう目に見えない一族が住んでいる谷がある。何でも予言ができる。まだ今ではないと思うけど、光の氾濫、光の力を自由に扱った。だが光は暴走したとなってます。迷惑だね、古代人は。この大陸は空中に浮いている。うん、そういうことか。じゃあ下の世界とかもあるのか、これ。ひょっとしたら東へ行ったところにチョコという動物が住む森がある。特段何をすればいいかまではわからないな。回復か。まず魔法から。あ、サイトロあるね。1個買っときましょう。まあ2個買ってもいいか。ケアルラ1つ、テレポもある。金が使いすぎた。まあでもここら辺買ってあるはずなので、ファイアブリザラ、そこら辺は
これケアルラをやると魔法が一つ覚えられなくなるけど仕方ないよね。あ、サイトルいける。テレポ、これでいいでしょう。サンダラを覚えさせましょう。こっち側、何が変えるか。ん、今現在より強いものが変えるという感じではないので、どうするかな。途端に放り投げられたかのような。まずチョコボとご対面。即座に乗れる。そっか、わざわざ魔法でこれ選ばないとダメか。でここから行くとしたら、あー、なるほどね、一周ね、一周ちょっとやって、なんかイベント完成させましょうか。なるほど、これ全然記憶にないな、こんな空に浮いてたなんて。で当然のことながら、ここまでの内容であれば地面に落ちて、でまた見る場所が広がるとか、そういうのはありそうなので、特段これといったものが外周にはない。でもこれで、あ、ここにあるけど、これは、あーと、中は海扱いだから、カヌーでは行けないんだよね。で、船乗って、上が空いてるんだれば来れそうな、そんな場所。うん。特段何もなく。で、この辺りは砂漠があるところか、上の方は。無事一周してきたけど、どうなんだろう、これ降りていいのかな。確か少年が一周してこいっていう話を持ちかけたはずなので、この少年アイテムもらえると思うんで、小人の小人のファンね。だからこれによって、ここの、あれ違うな、左下のアイテム1分の0のままだな。結局何をしろってんだろう。あれ、何をするかが教えてもらってないように思うけど、これだって入れないもんね、普通にやってたら。どこか途中で止まるってことはないか、さすがに。となると一旦情報を改めて確認しないと。助けてくれと言われてもね、助け方がわからないと話にならない。では一旦情報を集めておきたいと思います。もしくは船で別の場所行くって手もあるけど、ちょっとセーブしておきましょうか。左上、これ強いんじゃない。サンダーラは使えない。いや、強くなかった。ここでまたサイトを使って、上の方に城があるけど、だからこれは敵がいる場所だと思うから、
まあでも今はあそこ覗くか。バーガス城。え、これ何？すんなり入れるんだけど。円卓。宝箱はたくさんある。ボムのかけら、南極の風、いいね。麻酔針。え、でもここまでか？いけるのは。のんびり座ってる場合じゃない。なんでこんなのわかんないよ。ちょっと待ってよ。ここはわからんでしょ。ボケーとしてたけど今。ん、これ、回復ありがたい。こっちは？生き返りか。今のところ左右入れるか。塔があって。だがその場所に行けるようなルートがないので、今は特段何もなく。となると、いやこれ先の方行こうと思えば行けるんだけど、また左上洞窟があるのと、さらに中央北行くと多分塔かな。で北西も拠点がありそう。どこまで行けばいいんだろうな。だがそんな急に全部見てこいなんてことはないと思うので、ちょっとこの辺りのまた情報確認してから何するか決めたいと思います。行き先がちょっとわからないので、もう他の場所も探索やってこうかなと思います。なのでこの辺り普通に海を移動していきましょう。どこ行くかな。町関係行くか。だが普通に考えてここだよね、この城のそば。城の中では何もなかったので、だけど北西の方に洞窟らしきものがあったので、まずそこ移動しようかなと。そこで戦って何かあればいいけど、何もなければまた戻って別の場所で、そうこうしてるうちにレベルも上がっていくと思うので、ここら辺狙いましょう。うん、ここ普通に入れるってのも意外だったけどね。アーガスの王様が飛空艇の秘密を知っている。ああ、それだけか。どこか、またなんか移動できそうな場所がね、ありそうだけどね。隠し通路がね。ここら辺何かあるわけではないんでしょう。どこだけかな、回復できる場所。こっち側だけか。今ここ階段あったけど、あそこどうやって行くかが分かってないんでね。であそこから登ってこれれば左右の塔のところにね、多分アイテムあると思うので、そこら辺狙っていけると思うんだけど、どこか隠し通路らしきところはパッと見見当たらないということで、これ北西側魔法使おうかと思ったけどちょっともったいないんで、多分この辺り洞窟あるんでここ行きましょう。いやでもどうなんだろう、全然わからない。昔こんなとこで詰まった記憶ないんだけどな。まあそもそも昔の記憶がねほとんどないのでね。あれか、ちゃんと回復しないと。レイズまだ覚えてないから。こんなところか。何かいるね、下。あれも関係あるのかな？下のあの場所にはでも直接はいけないか。飛空艇がないといけないと思う。グルガン族の谷。目が見えない。第六感が備わっている。ああ、なるほどね。未来を見えるというのはこの人たちのことか。
クリスタルの元に行け、大いなる力を得るだろう。場所を教えてくれないか。あれなんだよね、これ2作目までは全員が同じようなセリフ言うみたいなねことも多かったんだけど、3作目は全員が全員違うセリフ言うからこれ覚えるのが大変だったりするんでね。でまたどれが重要かもわからなかったりするんで、何か今ヒントらしきものあったかな。塔が赤い炎を出して崩れ去ろうとするとき、これは関係ないか。ドワーフの住む島に炎の力が、あ、じゃあそういったところを行けってことか。階段、これはあった、下行けるね。まず会話しましょうか。この魔法を使い北にあるオーエンの塔に入りなさい。デッシュって誰だ。デッシュ、これ左側の人か。塔を受け取った。オーエンの塔は機械仕掛けの塔、デッシュの運命が待っている。そっかそっか、先にじゃあそれやった方がいいのかな。順番がよくわからないけど、魔導士の服、氷の棒、炎の棒、棒というと誰の装備になる。少なくともこれ最強、魔導士の服が装備できた。棒ね、棒が誰装備するのかが分かんない。あ、これだ、杖扱いか。炎の魔法を強めるロット、魔法を強めるなので、これ持ってるだけで何か効果発動するんだろうけど、今それつけるかって言われると、いやでも炎の棒の方が攻撃力高いんだけど、じゃあ炎を優先で使うと考えたらこれでいきましょうか。うん、こんなとこでいいでしょう。あと凍土の魔法を誰に覚えさせるか、レベル2。凍土がミニマムと凍土、あまり普段使わない魔法だけどね。ここ回復できる場所ないのか。セーブやっといて、塔ね、塔じゃないか、ここの場所か。あ、これチョコボだ。あ、こんなとこにチョコボ、ここはなんかチョコボ臭そう。あ、これイザールの野菜あるとデブチョコボ出てくるんじゃない。これそっかそっか、いろんなところにチョコボあるのか今作は。で塔に行けという風になってるが、これだね。あ、ここは通れなくなってるんだ、今目の前のところ。そこを通らないと他の場所行けないので、まあ、少なくとも見る場所はある程度限定されている。でパッと見たところ、ここか、砂漠のところにいたあの長老か、長老の人のお城を行く、そのどちらかだと思う。あ、いやだ、びっくりした、今通れないように塞がれたかと思ったわ。そうじゃないのか、あっと思ったけど、え、ちょっと待って、これ逃げるしかないんだよね。もうずいぶんとカエルも可愛らしくなったね。あれ、会話特にないの。え、じゃあ糖度使わなくてよかったんじゃない、これ。ひょっとしたら会話するのかなとか思ったけど、でもこっちがなんかマークついてるんで、多分そこからこのカエルの小さい姿で落下して、それで、あ、キアルも使えない。全員カエルだな、行こうぜ、行きましょう。もう大丈夫だよねこれ。うん、宝箱が、ああ、何これ、
ああよかったよかった、またまたカエルになるのかと思ったけど、カエルじゃないと倒産みたいな感じでね言われるかと思ったけど、そんなことはなかった。宝箱がある、戦いましょう。やっぱり経験値方式の方がレベルいくつまで上げてから次行こうとかね、そういう目安を立てやすいからいいよね。特に今のところはそういうようなねことをやってないけど、乙女のキスが手に入ったってことは敵がカエルにしてくるってことか。うん、結構ダメージを食らってる。うん、宝箱が少ないな。これ隠しがあってもわからんと思うけどな。宝箱は9個か全部で。結構シンプルというか狭いので、その点は助かる。場所の把握がしやすい。うん、結構食らうね。フェニックスの斧の数が限定的なので、あんまり食らうわけにはいかない。うん、何これ、びっくりするな。お前が喋ったのかみたいな感じにね。弟子は古代人、なるほどね。記憶が戻ってきている。テイルウィング、テイルウィングが何なのかがわからない。細身の剣だから赤魔同士か。攻撃力が上がる。これどうするかな。コール2のままでいいかな。ブリザードが使える。いやーでも2と違って本当エンカウント少なくて助かる。これはどこ通る。永遠に彷徨い続けるがいい。押されてね。あ、何かそこら辺に仕掛けあるってことか。確か隠し扉のスイッチが5階の左から8つ目。これ今何階、左から8つ目に白の矢のここか。あれ違うんだけど、こっちか。7つ目じゃない、左から。これ 1,2,3,4,5,6,7。 今8つ目って言わなかった。毒になってね。サイです。ポイゾナ使う余裕はないので、お、あ、違う違う、アイテムアイテム、毒消し。あと、そっか、サイですか。やまびこ、そう、これ1個しかないんだよね。他サイレス直す手段がこの後なくなるけど、まあしょうがないか、使うしかないもんね。まあ、今使わなくてもいいという考えもあるけど。乙女のキスか。やまびこそう欲しかった。いやーでもほんとこのエンカウント率は2と比べてすごく少なくて助かる。2はほんとつらかった。ちょっと移動したら即座にまた戦闘で、またちょっと移動したら戦闘だったんでね。右側宝箱、やまびこ層があれば、あ、来たね、ボムのかけら。戦車はこのまま沈黙状態でもいいんで。倒した。うん、出会わなくて済んでるからな、敵と。右上宝箱、あ、なので2作目は1個マス目をねミスした際にもすごいもうショックというかね、残念がっていたけど、今1マス間違えて下の方行ったけど、まあ、これぐらいならいいかなとかね思ってしまう。
やまびこそう。いいね、敵出会わないね。うん。そしてマップも分かりやすい、まだ序盤だからというのもあるんだろうけど、ここまでシンプルであると助かる。魔法使用回数が限定的になってきたのでどうするか。サラマンドソード、こっちの方が強い。またサイですか。どうするかな。今の段階でサイレス、そこから抜け出る必要性はないんだよね。魔法使わないんで、今のところはね。フレイムメイル、そして毒。フレイムメイルはこっちの方が能力は高い。これは、ああさっきの角飼いのなんちゃらというのは、うん、まあどの道装備できないか。フレイムメイル赤に装備させようかと思ったけど、ゼウスの怒り、多分アイテムでしょ。ここで山彦草、気合で回復やっといて、多分南極の風とか使ってってもいいし。でザンデ様の命令により、ザンデって誰だ。このメデューサが塔を破壊し宙に浮いたこの大陸を落とすのだ。なるほどね、やっぱり大陸は落ちるってことか。メデューサ、あーこれ石化とかやってくるんじゃない。どうするかな。魔法エアロだけ使える、他使うとケアロとかが使えなくなるんで、これもエアロ。睨み石化か、多分特にステータス上げるそんな魔法はないので、今は普通に戦いましょう。アイテム使ってもいいかな、もったいないような気がするけど。ボムのかけら、ファイラ、こっち側はあれか、こっちでいいか。燃える杖、ブリザラ、まあまあまあそこまで辛くはなってない。80ぐらいか。だから光栄で殴るよりかはダメージ、ああそこまでだな。ファイラはダメ、ブリザードは弱点がどこかにあるかもしれない。ブリザード、これもダメ。あとはサンダーか。サンダラ、サンダラ使ってまあいいでしょう。結構ボス戦つらかったけど、今回に関してはもう準備も整ってるんで比較的楽のようには思うけど、まあ、あとはどれだけ敵の HP が高いか。あ今サンダラどれぐらいダメージ与えたか見てなかったな。通常でいいでしょう。ファイラ80か。やっぱり通常だとあまり威力ないね。仲間同士はこれで倒し終えて、いやー今まで何だったんだって感じだったけど、急に楽になったかのような。レベル上がってレベル14。さてここから何をするのか。今にも爆発しそう、近寄ったら危ない。この塔の監視人、古代人の生き残り、
これによってデッシュがいなくなったことによって、多分いなくなるんだろうね。また別の人を連れて移動できるようになると思うので、物語が多分進むんでしょう。これが下の装置で渦巻きを消すから、ドワーフの住む島へ行け。なるほどね。じゃあ、あの砂漠のあの城はまだまだか。何今の描写。これ単純に炎に突っ込んだだけになっちゃってるんだけど、えって感じの。ああ、ワープした。俺消えたことによって外出れるようになった。ドワーフがどこなんだろうな。東側なのか、それとも、あ、北西側の可能性もあるか。とりあえず移動だけやっときましょう。では今回はここまでで終えて、また次回以降北西側行こうかと思います。続き興味ありましたらぜひチャンネル登録して、また次回以降もご覧ください。ではでは。